演舞開演。どうも、本日はこちら千葉県産落花生使用ピーナッツピスを食べてみました。落花生じゃないですけど、落花生ですね。いろんなものが入ってますね。では、中身と、うわ、甘辛い味噌の、名古屋の味噌だれとはまた違ったお味噌の美味しさになりそうですね。では、ピーナッツの、見てください。ピーナッツの姿がほんとゴロゴロあってすごいです。ごまも入ってますね。ではいただきます。あれだけの味噌に覆われているにもかかわらず、ピーナッツのザクッボリッとした食感がしっかりと音を誰で感じることができました。なので本当にご飯にも合いそうですし、あのまま食べても美味しいですし、おやつとかにもパンとかにつけても美味しそうですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。もっと食べたかったな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。